よしみんな、2023年度、そして2024年度にかけて東北スキートリップ行くぞ。オー、ヘウィヘウィゴしました。長者浜サービスエリアですね。今日はね、このパーキングで仮眠します。よいしょ。じゃがじゃん、こんばんは皆さんはい、だいたいドライブが6時間ですね。6時間かけて毎年恒例の長者浜インター到着しました。時刻は1時です。明日は6時起きです。お疲れ父ちゃん、頑張った。父ちゃん運転ありがとう。どういたしまして。おはようございます。がっちり寝坊しました。さあ起きろ君たち、行くぞ。今日滑るんです。この後早く準備して移動しないとです。父ちゃんに休みはない。頑張る。いやー、全く寒くない。こんなことがあっていいのだろうか。よし、出発するぞ。準備はいいのか俺たち、準備はいいのか。おい起きろよバッキャロー。準備するぞ、起きろ。1日目スタートしましょう。1時間で遅刻です。寝坊しました。そして我々は向かいましょう。八幡平。妻よ。ただはノーメイク。なぜ貴様はノーメイクなのだ。メイク道具を一切忘れてしまいました。メイク道具を忘れただと？それはアラフィフの BBA がノーメイクで歩き回るというのは、それはまさにもう犯罪だ。顔面脅迫罪だ。すごい天気いいね。ついに見えてきました、雪山。正面に見えてるのは岩手山。それでは行きましょう、恒例のトロマッチタイム。到着しました。まずは今シーズン一発目のスキー場はここだ、八幡平パノラマスキー場。今シーズンの一発目はこのスキー場からスタートだぜ。この選択はドリフト1本で山頂まで行っちゃうのね。早速今シーズンファーストランだ。一発目はこのクワッドリフトで一気に山頂まで行くぜ。カモンベイベー、テンション高い。すごいダイナミックパノラマです。
カメラある。カメラある。サイダーはちょっとひどい。ランチタイム。デューン。カツカレー。いただきまーす。午後だ。滑るぞ。ドキ、元気ない。小鳥。Yeah. Yes. 妻。お疲れちゃん。初日大成功。スキー終了。終了。次は風呂だ。イエイイエイイエイ。父ちゃんスリップバックやって。さて、今日のお風呂はこちら、森の湯八幡平温泉ですね。行ってみましょう。森の湯、いいお湯だった。めちゃめちゃ臭い温泉。濃厚ってこと。いいお湯だったね、小鳥。 Yes。 やばい、森の湯最高。おい、青い転んだだから気をつけろって言ったのに、すってんコロリン。夏にお世話になったヨロキャンキャンプ場です。またね。ここを左折します。奥中山高原スキー場入り口です。よいしょ。
今夜の車中泊場所が決定しました。こんなところで車中泊ですね。どんなところかっていうと、スキー場の駐車場です。奥中山高原スキー場ですね。おりゃ、今回の新しい相棒はこちら、ブルーティー AC200L 最新ポータブルバッテリー、めちゃ重い、中に入れます。よくよよくしょ、2048Wh、重量約30kg、腰がやられる。ここに鎮座トップです。よいしょ。はい、これ2048Wh、こいつがあれば今回の旅、最高に豊かな電力とともに旅ができます。 Thank you ブルーティー。よーし、お疲れちゃん。俺今日はもやし鍋スープ。今回の旅最初の夜ですね、早速最初の夜から鍋いきたいと思います。今夜のラインナップはこちら。じゃあまた母ちゃんが作ってくれるので観察しましょう。よろしく母ちゃん。もやし鍋スープをインしたいと思います。ダバ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 水はね、ポリタンクから取ってます。トレラのね、タンクで去年持ってきたら凍結しまして、そしてポンプがいっちゃうっていうね、お亡くなりになってしまったので、今年はタンクでね、代用したいと思います。これ見たことないの、こんな大きい揚げ。大判揚げ。うん、十和田湖、奥入瀬の水で作りました。この冬も母ちゃんが、母ちゃんはきっと休むことなく、ずっとご飯を作ってくれるでしょう。これは何十年も変わりません。外食しない分ね、ちょっと贅沢しましょうね。そうだね。それでは今年もまた始まりました、スキーバンライフ。俺たちのスキーは永遠だ。乾杯。乾杯。ないんかーい。乾杯。これがやめられないのよ、スキーバンライフ。最高の夜がスタートしました。鍋食べます。うん、うまい。やっぱ鍋いいね、寒い夜には。そうだね、寒い夜だから。絶対食べる。ラウンド2、一風堂。 Here we go。 締めはラーメンですね。なのでこれから毎日鍋になる可能性はありますが、毎度、締めが麺 or ご飯でね、ルーティンしていけば、まあ、飽きることなく。いや、冬のトレーラーバンライフでそんなね、手の凝った料理ができるわけがない。わけがない、うん、なぜならスキーで疲れ果てて、疲れ果てている上に、運転でも疲れ果てている。水道もね、使えないし、電源もないし、ね、電源もないし、熱源がガスしかないっていうね。で、うちはあのガスコンロをキッチンについてるんですけども、ちょっとヨーロッパの規格で火力がものすごい弱いんだよね。なのであえてカセットガスをね、使っています。で、この狭い空間の中で、そうは言っても母ちゃんは手際よく上手に調理をしてくれるので、まあ鍋だったらもう毎日のように作れるんですね。毎日鍋が食えるってすごい贅沢よ。一風堂できました。いただきます。激うま。
うまい。それでは皆さん、お腹ポンポコリ、せーの、ごちそうさまでした。妻、ノックアウトです。おやすみなさい。今日も美味しいご飯をありがとう。初日もうフルマックス運転してね、スキーして疲れましたんで、今は寝ます。グッナイト。